明けましておめでとうございます。ということで、年明けましたね、皆さん、はい、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。見えてない人もね、たくさん見えてない、たくさんいるっていうか、ほぼみんな見えてないんだけど、はい、久々にブーマーズが全員揃ったということで、はい、はい、おめでとうございますよ、はい、おめでとう、はい、年も明けたということで、はい、去年一番何良かったったったっていうことで、ベストバイの発表でございます。もう一回一個言って、盛り上がりに欠けるな。興味がない。早速、僕の方からいいですか。はい、どうぞ。はい、ベストバイの方行っていきたいと思います、はい、選出基準としましてはね、はい、まあ、一番よく着た履いたもの、着用率なんですね、うん、着用率で僕はね、はい、やりました、はい、ということで、まあ、まず一発目、もう皆さんインスタとかで YouTube で見れば分かると思うんですけども、あ、こちらね、こちらですよ。これ今年だっけ。今年か。これ今年の1月なんですよ。一発目の買い物、ギリ受注したのは一昨年なんですけど。確かにそうだね。これ2021年一発目の買い物ということで、このジャケットですよ。これはね、来たね。来てたね。うん、何がいいって、もう写真出てると思うんですけども、こちら、うん、サイズも生地感も全部いい、うん、あれ、今日こんな感じですね。いや、今コケのターンだからな、あなたが一生懸命。あ、俺が一生懸命喋ってる。総評、総評。オープニングからずっと一生懸命喋ってんだけどな。ということで、このジャケットございます。今も、多分ね、インスタの DM とか、送れば、買えたりとか。ちょこちょこ買えるの？うん、ポップアップとかもやってたりして、買える場面もあるので、インスタの URL は概要欄に貼ってありますので、よかったら皆さん、こちら、ジャケット。チェックしてみてください。これについての動画も1本あげましたね、はい、半年ぐらい前にあげたので、それも概要欄に貼っておきます。貼っておきます、見ておきます、はい、これ WhatsApp で買わせてもらったやつですよね、はい、リバイスの517のリラックスですね、品番的に、品番的にはリラックスです。これ多分 YouTube で紹介してないと思うんですけど、このちょっとペンキ感とこのちょっと入ったクラッシュの感じ、うん、がなんか今シーズン的にはこのなんかアイスウォッシュのこの感じがすごい好き、よくって、あんまりあなたのイメージにない感じのパンツだもんね、系統として。そうだね、この辺がでも結構履いてたよね。結構履いてたね、うん、プライベートでも会ってる時あなた結構それ履いてるなって、うん、これはめちゃめちゃ、しかもコスパも良くて、うん、めちゃめちゃ履いた、まあ、パンツ部門じゃないですけど、こちらが大変でございました。そしてなんだかんだ一番、まあ、3日に1遍は着用してた。3日に1遍こちらでございます。あー、確かに履いてたわ。ニューバランスの2002でございますね。これも動画で紹介しましたけど、僕これまだね、そこにデッドストックですね。デッドストック黒、まだそこにバチバチの新品状態であるんです。お前の靴持ちすぎなんだもん、シンプルに。これはね、履いたね、めちゃくちゃ履いた、うん、し、この今1月1日なんですけど、長野に帰省してる時もこれを履いて帰りました。ああ、じゃあもうは、脱ぎたてほやほやだ。脱ぎたて。あ、ちょっといぶしい。なんでいぶしい。ちょっといぶされてるね。そんなことある。これもね、めちゃめちゃ良かったんで、これはまあカラーリングも結構種類あったよね。てか今なんか新しいの渡さないんでって、すごいなんか色めっちゃいっぱいあるよね。これはね、一足持っといてほしいなっていう。まあ、ニューバランス初心者の方にも非常に履きやすいです。あ、履きやすい。ニューバランス今まで履いてた方にもかなりすぐできる一個なんじゃないかなと思います、ね、うん。はい。ということで、はい、3つでございます。はい。はい、まあ、パンツからいきますかね。あ、はいはいはい。これですね。まあ、ロスアパなんですけど。はい、めっちゃ良くない？めっちゃいいよ。だって俺今年だけでロスアパのアイテム6つぐらい買ってるもんね。俺もね、6つだわ。買ってるよね。めっちゃ買ってんのよ、ロスアパ、うん、マジで。まあ古着もそうだし、まあ、新品もそうなんだけど、うん、こんなコスパ良くて形のいい、しかも色まであんだけ選べて、うん、スエパン、マジでこれに勝てるのないと思う。ない、マジで。しかも僕ストーリーで確認しましたよ、加藤さん、うん、あなた2年前の時に、うん、ロスアパのグリーン履いてましたね。え、2年前、2年前、2年前、昨日の夜履いてました。履いてたよね。ましたびっくりした、俺した、びっくりした、 俺何見たんだろうと思って。2年前って言われてる。そんな前にロスアパなんて買ってたの？2年前の時ね、履いてたよね。履いてました。そう、フリースタイプの方。そう、フリースタイプの方。本当にね、もうね、
とりあえず1本買えっていう感じ。そうね、とりあえず持ってなんとかなると。これマジであのスウェーパン探してる方に非常におすすめなパンツだと、はい、ぜひおすすめです。あ、ちなみに僕もこれ長野帰ってた時はこれロスアパだ、ね、ロスアパのフーディーを非常にこれめちゃめちゃいい、うん、パーカーとかスウェットもおすすめだしね、うん、非常にいいアイテムかなと思います。そしてブルゾン行くか、ブルゾン行っちゃいましょうか。こちらですね、こちらも動画ではご紹介していませんが、こちらのフリースの、まあ、スタジャンなんですけど、すごいね、ブランドが、まあ、あんまり有名っていう感じじゃないですけど、こちら、ジェムスポーツウェアっていう、まあ、スポーツウェアの、ね、スポーツブランドなんですけど、一応ワッツでは、これのねフリースじゃなくて普通にウールレザーのスタジャンが置いてあります、デッドストックで。でもね、このねフリースタイプがね、1回ワッツに2年前か僕が入ってすぐの秋口ぐらいに出たんですよ、うん、あ、はいはいはい。でそっからめっちゃええやんこれと思って、あー、なるほどね。ずーっと探して、だから見つけたのが今年の冬だったから、うん、1年ちょっとかかりました。あ、物を探すだけで。なるほどね、めちゃめちゃね、じゃ出ないんだやっぱ珍しいね。 来たのは多分ね、フクフェスに2日目かな、来てたかもな。来て、その時にハズムさんがめちゃめちゃ気に入ってたの。これを？あ、ほんと？めっちゃ可愛いね、それ。何それみたいな。ではジェムスポーツですみたいな話してて、みたいな。マジで欲しそうな顔したんですけど、奪われないように。ありませんよみたいな。バカか。追いはぎされそうなぐらい眼差しがハズムさんから注がれてたから。キラキラした少年のようなものですよね。これはめちゃめちゃ、はいはいはい、まあ、そんなに着用回数とかはないんですけど、うんうん、やっぱりすごい今年嬉しかったアウターかなっていう感じですね。T ですよね、やっぱり T シャツなんですけど、まあね、今年何枚買ったんだっていう話ですけどね、 T シャツ。そうだね、まあ割とまず数は買ったんだけど、うん、でもやっぱこれが一番嬉しかったなっていう一着なんですけど、キーセーリングの、ウォーホールミッキーですね、の T シャツになります。まあ詳細とかはね、結構詳しい人とかだと知ってると思うんですけど、まあ出ない。でもそうなんだ。まあ珍しいですね、このね、まあイメージはミッキーとアンディ・ウォーホルとか仲良かったのよ、キーセリング。で、それでアンディ・ウォーホルをなんかこうパロってミッキーとくっつけて、なるほどね、はいはいはい、はい、デザインして、まあ、これのポスターとかも当時のやつあるんですけど、うん、これ、よくない？いや、いいよ、かわいいよ。そう、これポップショップタグっていうのついてて、ポップショップで実際に売ってたやつなんですけど、はい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 、ボディが僕の大好きな、おそらく元ボディ、フルーツ・オブ・ザ・レムのボディを使っていて、真っ白ボディで、かわいいね。まあ、ディズニー好きっていうのもあるんですけど、なんかあえてこっち系もちょっと1枚欲しいなと思ってたら、たまたまね、ベルベル人さんで、はいはいはい、出てて、ゲットできたっていう、なるほどなるほど、1枚で非常に気に入っております。かわいい、うん、なんか俺結構めちゃくちゃ AW に寄せてあれだったけど、 SS のあなた結構いいの買ったんかったっけ。そうだね、T？ まあ、T もそうだけど、なんかパンツ、俺ね、一番 SS で着たのはあれなんですよ、ポータークラシックのロールアップシャツ。あれランクインするでしょ。いやいや、するんだけど、AW になりすぎてて、SS のものがどんどん下に行っちゃってて上積みだけこうやって持ってきたら。あれ俺白と黒持ってるんですよ、ヴィンテージコットンのロールアップシャツ。あれはでもさ、マジで名作だよね。名作すぎる、めちゃめちゃいい。俺だって週5で着てたもんね。ほぼ着てたよね、うん、ほぼ着てた、色違い、うん、白黒白黒白黒みたいな。マジでそんな感じだったわ。番外編ですか、うん、このニューエラのね、ポンポンキャップ。あー、出ました。これ結構さ、問い合わせもあったよね、うん、これね、もう一個欲しいんですけどね、完売しちゃったらしいです。あ、そうなんだ。問い合わせたら、これなんか雑誌でもなんかかぶってる人いたよね、ポパイだから。ポパイかな、確か。で、なんかぶってて、ね、めちゃめちゃいいんだよね、それはめっちゃ良かった。な、まあこんな感じでね、買ったもの紹介っていうか、ベストバイって言いながらどんどん出てきちゃう、出てきちゃう。とりあえずこんな感じ感じにしておきましょう、はい、新年一発目ということで、はい、ということで皆さん、あれ、明けましておめでとうございますのヒューヒュー拍手の時めっちゃ盛り上がってたのに、今だいぶ静かちゃうって思ってると思うんですけれども、はい、まあメンバーにね、聞くだけ聞いてみましょう、聞くだけ聞いてみましょうか。はい、聞くだけね。ちなみにヌイマンは今年何ベストバイでしたの。あ、ちょっと来ていらっしゃる。あ、じゃあこれ、これだな、副フェス、フェスで買わせていただきました。副フェスでね、じゃあちょっとアップしようか。ステューシーの、ヒヨキさんだね、ヒヨキタカヤのステューシーのリメイクのやつですね。おぉ、いい色だね。大輝さんに接客させてもらいました。接客させてもらいました。俺が知るわ。してもらいました。してもらいました。いただいて、はいはいはい、してもらいました。してもらって買ったの。これいいよね。お気に入りです、うん、いいよね、これ。
あ、ちょうどここにね。あ、もうなんか回し物みたいな。お客さんのね、はい、かわいい。社長はマジで服買ってないわ。服買ってないんだっけ。マジで買ってないです。靴下とパンツぐらい。いや、あのユニクロでしか買ってない。ああ、なるほど。え、で靴下とパンツだけ。靴下とパンツめっちゃロックね。あ、靴下とパンツ確か今日買った。レジ押しで、うん、あのコーデュロのズボン買って、はいはいはい、ルブタン履いてた。ああ、そう、靴がね、ルブタンのトゲトゲのやつ履いてたの。見た。え、見てるの？スニーカー？そう、あのスニーカーのトゲトゲのスニーカーを買ってんじゃねえ？買ってんのあの親戚の子供の乳歯をこうやって集めてこうやって手に引っ掛けて絶対寄せんなよということで、はい、2022年はですね、はい、まあ、ブーマーズとしてもいろいろ、まあ、新しいこと、そうですね、いろいろも計画してることもありますね、うん、計画してることもありますので、今後ともよろしくお願いいたします。ということで、もしよかったら高評価とチャンネル登録ぜひぜひお願いします。ということで、ございました。ありがとうございました。ありがとうございました。なんかさ、虎年だからさ、ちょっと虎っぽい服欲しいよね、うん、あー、虎ね、牛年の時牛買ったし、牛ランクインしてないじゃん。いや、それは俺はあなたが持ってくると思ったの。いや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 、カバンに入んなかったんだよ。もちろんね、牛もね、来週してますよ。牛ももちろん、うん、あれも着たいもんだよ。福フェスの時2人写真出てると思いますけども、これですね。そう、2人で同じ服着て福フェスに立つ。あいつらなんだってなって。そう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 ね、確かにトラっぽいのね、欲しいね。トラ、トラ、レオパードはトラじゃない。レオパードはヒョウ。ヒョウか。トラ、トラってなんだ。あ、大阪のおばちゃんみたいなやつか、はい、あれライオンじゃない。タイガーだ。あれタイガー、タイガーか。タイガーとトラは違う。一緒だよ。一緒だよね。ちょっとバカバレるからそれも止めるか。やめようぜ。